皆さんこんにちは、経産の正木と申します。前回に続きまして、三井先生にですね、三井先生直伝、購入のポイントとはについて伺ってまいりたいと思います。三井先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、三井先生が考える、マンション購入のポイントとして、資産性の高いマンションについて3つほど教えていただいて、教えてよろしいでしょうか。はい、はい、まあ、マンションの価値はね、はい、なんといっても立地で決まります。ですから、どんなに素晴らしい建物であっても、はい、まあ、埼玉県の外れの方とかね、はい、では、まあ、価値が高いとは言えないんですね、はい、ですから、まあ、東京に通勤している人ばかりではありませんが、はい、まあ、東京通勤者をまあ念頭に置いてお話しするとすれば、なるべく都心に近い、それが1点。ただし都心に近ければどこでもいいかというとそういうわけでもないので、はい、例えば最寄り駅から、まあ、3分5分と近いこととか、うん、まあまあ、要するに立地条件が最優先です。なるほど。で、2つ目はですね、小さいマンションはざっくり言えば、はい、50戸未満の小さいマンションは、まあ、ややネガティブになりますね。大きいほどいいです。なるほど。大規模であるほどいい。そうです。少なくとも100戸以上は欲しいというイメージですね。なるほど。まあ、通勤に問題がなければ、はい、まあ、東京都心、はい、まあ、もしくは準都心、はい、それから、まあ、人気があるのは横浜ですけどね、はいはい、横浜は東京 都心から遠いですけど、それでもピンポイントで言えば横浜は人気がありますね。なるほど。だ、埼玉も人気のあるところっていうと浦和とか、浦とか、はい、特殊な場所、はい、何か所かあると、はい、いうことは言いますけどね。なるほど。今申し上げたように立地条件が1番で、はい、2番目には、まあ、大きさ、大きさ、はい、ですね、はい、あとは間取りも大事です。間取り、はい、なるほど。まあ、北向きのマンションないことはないんですけど、大抵日本は、まあ、気候の関係もあって、はい、南向きか東西向きですよね、はい、で、最近はね、あんまり南向きにこだわらない人も多いです。だから北向きでなければいいと。なるほど、はい、で、北向きで価値があるのは、例えば東京タワーが目の前に見えるとか、はい、あ、なるほど。特殊なものだけです。方角以外で何かこうメリットとして補えるポイントがあるかどうかっていうのが一つ大事なんですね。その簡単に言うと、その今申し上げたような3つのポイントでしょうかね。はい、ありがとうございます。大規模のマンションがやっぱいいっていう、そのポイントとしては何か理由はあるんでしょうか。大規模であればあるほどですね、はい、例えば管理人さんの人件費も一軒当てにすると安くなりますから、はい、メリットは、まあ、開けるとたくさんあるんですけどね、はい、共有施設が豊富で、うん、教育施設はいらんっていう人もいるんですけどね、はい、いや、そんなことは絶対ないんですよ。なるほど。ある方がいいんですね。なるほど。で、集会室もないようなマンションでは価値は低いと言わざるを得ないんですよ。ですから、まあ、名前はともかくね、集会室、まあ、コミュニティルームなんて名前つける会社もありますが、はい、そういう教育施設が豊富にあって、はい、それで、まあ、付加価値ですよね、はい、で、管理人さんも常にいると、はい、いうようなマンションのいいわけでして、そのような大きさがあってないとね、はい、それは作れませんから、はい、逆にその今三井先生がおっしゃられてた最低やっぱ50または100戸ぐらいはやっぱ目安にしたいっていうことなんですが、はい、それよりやっぱ少ないマンションになってしまうと、何かこういった危険だったりとかデメリットとして、なんかこういったところやっぱ心配になりますよねっていうところがあります。一番は管理人がいないと。なるほど、なるほど。ちっちゃいマンションで管理人を置いてるのは、まあ、東京都心のね、はい、一等地の高級マンションだけですから。管理人もいないマンションどうしても荒れますよ、長い目で見れば。なるほど。築20年ぐらいまでまだそれほど明確にこう出ないんですけどね、はい、それを超えると非常に厳しいものがありますね。やっぱりその管理体制っていうところにやっぱ響いてくるっていうことなんですね。やっぱりそのマンションの修繕費だったり、まあ、本当に管理修繕費っていうのが一個あたりにこうかかってくると思うんですが、そのあたりはやっぱ個数が少なければ少ないほどやっぱかか負担が大きくなってくるという形ですかね。そうですね、そうですね。だから、まあ、管理費はね、管理者を置くと置かないで随分大きく変動するんですね。分かりやすく言うと、管理者の給料をね、
月平均30万円とすればね、はい、30戸のマンションなら1軒あたり1万円かかりますよね、はい、でそれが100戸だったら、はい、3300円ですよ ね、 そ、 うですね、その差は7000円ぐらい違ってくるわけですよ、はい、管理費がそれだけポンと跳ね上がります、ね、やっぱりそれだけ1戸当たりの負担が大きくなるといった部分もありますし、簡単に言うとそうですね、まあ、管理がそれだけちょっと行き届いてなかったりすると、マンションのその評価、価値っていったところもつながってくる、長い目で言うとそうなんですね。今、中古市場も含めて、もちろん新築もそうだと思うんですが、かなり、価格は上昇傾向にあるというような中だと思うんですけれども、今、実際に三井先生として考える、マンションの買い時っていうのは、今はやっぱ買い時なんでしょうか。買い時はね、私はいつも言うんですよ。いつも今です。はい、なるほど、はい、待ってね、待って、はい、下がるだろうと思って待って、はい、下がらなかったら元に戻れませんよね、時間は。そうですね、だからそれは考えない方がいいんです。買いたい時は買い時です。なるほど、はい、買いたい時は買い時。そうです、ありがとうございます。確かにそうですよね、資産性、将来性的な部分はやっぱり誰もはっきりとはこう分からないっていう部分もやっぱありますし、そのタイミングでそのお客様の予算感だったりとか条件だったりとかライフスタイルっていう部分も含めて購入を検討されているっていう部分もやっぱあると思うので。そうですね、はい、ものすごくね、価格が極端に上がった時に買って失敗したことっていうのは、はい、過去に1回だけあるんです、はい、1回だけ。この時期に買った人はみんな損したっていう時期があるんです。あ、東京に限りませんよ、はい、関西でもあるんです。それがやっぱバブル期ですね、バブル。あ、それは実際の評価以上に値段を釣り上げた輩がたくさんいた時代です。つまりこう転がし転がしで金儲けする時代になったわけです。はい、そういう時はね、それが崩れてドーンと値段が下がって高い時に買ってしまったっていう経験をした人います。なるほど。それは、1980年代に買って、はい、それから、まあ、10年以上過ぎてからの話です。なるほど。今はそれ当てはまりません、ね、実需を根拠にして上がってる値段ですよ。はい、いや、そんな中でやっぱりこう逆にこんなマンションは買っちゃダメとか買ってはいけないマンションっていうこのポイントっていうのをおっしゃってほしいですか。ですから先ほどの話の裏返しになるんですけど、基本的には駅から遠いマンションは絶対買っちゃダメと。なるほど。遠いっていうのはちなみにその何分を基準とか。駅から10分以上。10分以上、はい、なるほど。10分はねギリギリです。ギリギリ、はい、できたら 7,8 分以内にしとどめたいです、ね。なるほど。やっぱりやっぱ立地なんですね。そうです。はい、マンションのその資産性という部分ですね、ありがとうございます。三井先生、こう個別相談スタートを今回させていただいたという部分もあるかと思うんですが、それ以前に個人的に本をリリースしていただいてますよね。それがマンション大全、ハルビヒラックは買うべきなのかどうかっていう、こうかなりまあポイント絞ったハルビヒラックについてはかなりポイント絞った本になっているかなと思うんですが、まあそんな本も出版されているということですので、次回のこのインタビューについてはピンポイントハルビヒラックについて、お伺いできればと思いますので、はい、よろしくお願いします。今回もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。